東京競馬場10レースは紅葉ステークス3歳以上3勝クラス芝の 1600m ハンデ戦、出走馬10頭です。次第に日が西に傾いてきました東京競馬場。ゲートインは向こう正面やや右手、順調に各馬が収まって最後は10番のフィールシンパシー。フィールシンパシー10番ゲート収まって係が離れました。スタートしました。内で3番ナスール好スタート、好ダッシュ、そのまま飛び出します。2番手に4番のリサリサ続いていきました。その差が1馬身。8番のバルサムノート、これをかわして2番手に上がって、連れてその内から7番西のスーベニア、これも前へと上がっていって3番ラスールを追っていきました。先団3頭です。その後ろに控えた4番のリサリサ、さらには10番のフィールシンパシー。向こう上面中間を過ぎて2馬身差、1番トランキリテ、3、4馬身がいて6番シュベルトライテ、後方バラバラ4馬身ぐらい空きました。5番のスーサンガッシャー、おしまいから3頭目。3コーナー2番のブランデーロック続いて残り 1000m 切りました。離れて9番のレフトゥバーズは最後方、かなり縦に長い展開です。 3,4 コーナー中間残り800を切りました。先頭3番ラスール、リードが1馬身、外7番西のスーベニア、体半分と差を詰めて、さらに外から8番のバルサムノート、先団3頭、その後ろは6馬身7馬身、4番のリサリサ、外は10番のフィールシンパシー。4コーナーカーブ、依然離れた最後方9番レフトゥバーズ、直線コースに入りました。さあ今度は外から7番西のスーベニア、8番バルサムノート、オレンジの帽子2頭先頭2番手に代わって坂を駆け上がるが、内は3番のラスールも食い下がってジョッキーここから追い出す。3頭広がっている。その後は2馬身差、10番のフィールシンパシー追ってきた。さらにその内からは1番のトランキリテ、さあ内からまた3番のラスールが出る、3番ラスールが出る、10番のフィールシンパシーが外から追って、さらに4番のリサリサ、先頭10番フィールシンパシー降臨、2着4番リサリサ、3着争い3番ラスールと外1番のトランキリテ、ここは接戦。10番のフィールシンパシー鮮やかに差し切りました。10番のフィールシンパシー横山龍斗騎手です。最後の最後に追い上げた4番のリサリサ、2着に上がって逃げながら追い出しを待って、内からしぶとく盛り返した3番ラスールに外から1番トランキリテ並んで3着争い接戦。勝ち時計は1分31秒9、ゴールまでの 800m 46秒2、600m 34秒6でした。10番のフィールシンパシー外から差し切りました。最後の最後に各馬の間からぐいっと伸びてきた4番のリサリサ、体半分差の2着、3着は3番ラスール、内で盛り返したラスール粘りました。1番のトランキリテ4着に移ります。その後に8番バルサムノート、7番西のスーベニア、オレンジの帽子2頭続きました。到達順すんなり上がりました。1着は10番のフィールシンパシー鞍上横山龍斗騎手、2着4番リサリサ、3着は3番ラスール、4着1番トランキリテ、5着は8番バルサムノート。確定までしばらくお待ちください。